だからあんまりこうやってバーンって打って長くこうやって余韻が残ってる感じだと次の動き遅れるんで、こういう時はもうあのトミさんにこう引いてる風に見えるっていう風な感じぐらいで、すぐ次のボレーの感じにあんまり長く余韻を取らないような感じって、ボールが行ってれば行ってるほど、それで相手が予測が当たってたりするとカウンター気味に速いボールっていうか返ってきたりするんで、これ僕も悩んだことなんですけど、はい、片手バックのやっぱりちょっと弱みって、はい、ここで打ち終わった後にどうしてもこうこの時間が必要じゃないですか。あ、はい、両手はこう、まあ、この間言った長嶋選手なんかもこれでもここでいけるなっていうのがちょっと意識しないと多分。そうですね、そうですね、ちょっと引いてるみたいな感じぐらい長くなっちゃう感じの制御が難しいですね、フォローするのね。左手も引かないといけない、押さないといけないんで、うん、でもこれで相手が外早く走ってたらこうしてる間にもう来ちゃう気が、うん、まあ自分も遅いんですけど、そこのポイントとして例えばもう打ち終わってこうやって打った後にすぐこの左足のフットワークっていうかバランスを別に早く作れば多分難しいんですかね。難しいというよりも、結果難しいんですけど、はい、僕がやろうとすると多分こうなるなって、ああ、意識が速くなって、これね、いわゆる戻り打ちって言って全然ボールにあんまり力が伝わらないんですよ。だからもう次のことを優先するバッターであっちに力が伝わらないんで、うん、ただやっぱり菅田さんがしっかり打っ、あれでもしっかり打った後に流れが崩れてない、はい。例えばですね、それをじゃあその時間がないんだとしたら、そのアタックのボールみたいにフラットに出すんじゃなくて、もうちょっと回転をかけて時間を作って次構える時間を工夫しながらポジションに入るっていうのも、ただそこを考えるとスライスでフラットっぽい感じで出ていくのか、ふーってこうやってペースを作って出ていくのかっていうのも、ポジショニングを優先していくのか相手のタイミングを外すのかって、いろいろまあリズムを崩す上でいろんなペースを加えていくっていう風な感じから、パッシング対ネットプレーの駆け引きっていうところにつながっていくとは思うんですけど、なんかそういうイメージにつながってほしいですね。ちょっと今スライスの話が出てピンときたのは、うん、やっぱり遅いアプローチとフラット気の速いアプローチで、はい、あるなって思いました、はい、その駆け引きというかちょっと、はいはい、で特にベテランの試合とかを見てると、うん、足が速くストローク得意なベースライナーは、うん、バックでアプローチさせたりするじゃないですか、うん、はいはいはい、あれスライスしか打てないと、うん、向こうあれ大好きなんで、うん、あれをもう待ってるようにして、うん、シングルス勝ってる人が多いんで、うん、やっぱり今のスピンが必要かなと思いました、うん。スライスでもタイミングを早く厚い当たりが打てたりとか、いろいろそのバックの出方でバリエーションがあると相手も絞りにくいんですけど、割とこうしっかり引きつけてあのスライスを打つ一つのパターンで使ってる方が結構多く見受けられるので、それがいいと思ってた。ああ、そうなんですね。これが自分のいいアプローチだから、これで返されたらしょうがないって思って練習してた。なるほど。でもそれまでもクロスラリーでだいぶ慣れてません相手。そう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 。どうですか。それで同じようなクオリティで、まあポジションが前に行ってアプローチのボールかもしれないですけども、相手は合わせることに慣れてますから、それに対してまあロブがうまかったり足元に沈めることがうまかったりっていうところにつながってくると思うんで、アプローチにバリエーションを回転力とか持たせる、はい、これめちゃくちゃ大事なことです。そうですね、はい。あともうスライスだったらね、ドロップっていう手もありますね。そうですね、あ、それにつなげたいですね。アプローチの振りしたドロップショットもう相当使いますね、僕は。そうですね、はい。でそれを警戒するとそんなに相手も下がれない、深いボールも、深くなったりとか、うん、します。だから3種類ぐらいですかね、うん、回転量多い少ないとか。そうですね、それぐらいもっと、はいはい、それやりますか後で。ちょっとできたらバックの、はい、あの
スライス。あとドロップショット。そう。うん、3種類見せてもらっていいですか。はいはい。あったの回転量多いスライス、はい、少ないスライス、はい、ドロップ。はい。いう感じでしょうか。はい。ちょっとまあフラットに近いですけど、今キャリオカをつけてる感じっていうのが全然と思うので、じゃあアプローチに手掛けてドロップはい、分かんないです違いがあるときはボールを打つ前、はい、全部一緒ですか。フォワードスイングに入るぐらいでなんとなく分かるんですけど、そこまで一緒なんで、もう多分超えないですね。あ、そう、厚い当たりはとにかくあんまりスイングの幅を大きくしようとしない意識があります。コンパクトにパン、この瞬間だけパッて力入れる感じで、少しペースがある感じのボールっていうのはもうちょっと当たってから少し長く持っていく感じで、最後のアプローチと見せかけてドロップショットっていうのは、まあミートも繊細に出していかなきゃいけないので、ここがあんまり速くなっちゃうとラケットの重さでスイングの幅をコントロールするのが難しいので、ここをちょっとゆっくりコントロールして、なおかつここで当たってからいわゆるストレートに抜く時のサイドスピンみたいな、こういう風な感じで多分抜いてます。そうすると、まあ、弾んでからもサイドスピンかかってるんで、ドロップショットもこっち側に弾むんで相手も取りにくいですよね。他の方でもこう今のドロップショットを、はい、どういう方でいると思うんですけど、結構なんて言うんでしょう、回転をかけて、うん、軌道は結構上にやっぱり上げるんだなと思って、ネットスレスレをちょっとこう通したくなるんですけど、それだと多分ミスにもつながるし伸びていっちゃう、タイミングが早く取れてればある程度ちょっと軌道が上に上がっちゃったとしても、もうこうやってグッて入った瞬間に相手が多少こうパッシングの構えで待ってるような感じの状況になるので、そこからグッて切り替えてくればタイミングを早く取っておけば、そのドロップショットにつなげやすい、攻撃的な場面であればあるほど、錦織君のこうやってこういう状況と一緒ですよね。決まりそうなドロップってやっぱり打点が高いというか、はい、この辺まで落としてドロップっていうのをなんかちょっとこう、あまり決まるイメージがないなと思います。はい、ちょっとついでになんですけど、やっぱあのドロップを打った後は、もう相手が走ってきて、ボレーズになる時はもう、それを見越してやっぱストレートをちょっと寄って、ちょっと寄って構えながら、まあネットが低いところで切り返していくケースっていうか、相手がボールを落としたならばもうストレートはないので、そしたらクロスに切り返してくるボールに対してポジショニング、こうやってこういう感じですかね。出せるような、はい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 、だから今のクロスに行くにしてもストレートに行くにしても、ちょっとだけこっちにポジショニングした後にクロスに行くにしても、できるだけちょっと少しだけ前に取りに行くような感じで取れば、相手が取った後時間がないポジションでボールをさばくことができるので、その辺をポジショニングを意識します。あれを打ってクロスにやっと取ってきているボールに対してポジショニングを変えないで次取りに行った時に、その取った
あの人がバランスを立て直して時間を奪い返すシチュエーションにつながりかねない。そうですね、試合前やけどそういうこともかない、はい、せっかく追い込んでもその次のいいポジショニングを取れてないことによって逆襲を食らうっていうケース。そう